動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアダリーペンギンが動物に関する情報を発信することでリスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日は宇田川国芳、宇田川国芳の、美術館の展示に行ったっつか、なんでしょうね、見に行きまして、で、結構ね、動物の絵というか擬人化みたいなことを結構する絵師なんですよ。これこそ絵師なんですけど、でこれ天保の改革って言って、まずその、なんだろう、庶民の生活をちょっと引き締めようというか、実際幕府の財政が悪くなったから、そういうことで市民のそういう経済的な面も引き締めておこうっていうことで、例えば歌舞伎をダメにしたりとか、歌舞伎ダメですよ、綺麗な絵描いちゃいけません、美人が描いちゃいけませんよ、今の時代で言うとツイッターにエロい絵載せたらダメですよ、法令みたいなね、贅沢、それは贅沢だからエロい絵ダメですよみたいな、そんな無茶苦茶な、法律ができた時に、それに対して反旗を翻したのが宇田川国芳の絵なんですけど、じゃあどうしたかっていうと、人の顔の代わりに猫にしたりとか、犬にしたりとか、タヌキにしたりとかね、で役者ですよね、歌舞伎役者のそういう人気者の顔を猫にしたりとか擬人化して、そんで世の中に売りさばいたという、そういう列伝のある人なんですけど、そういう絵がいっぱいあってすんごい面白かったですね。あとタヌキね、タヌキがね、金玉で思いっきり遊ぶっていう、そういう絵がいっぱいあって、ね、僕大好きなんですよ。タヌキの金玉ってなかなか、ほら僕金玉マニアなんですから、僕タスマニアデビルも金玉見に多摩動物園に行くぐらいですから、金玉マニアなんですけど、タヌキの金玉ってちっちゃいから本当は見えないですよね。でも宇田川国芳のタヌキってめちゃくちゃ金玉がでかくて、ね、その金玉の皮使って鳥を捕まえようとしたりとか、漁をして、縄の代わりにして魚捕まえたりとかつって、ね、なんかいろいろやってたりとかして、すげえ、昔のそんな立派な絵にケチつけるの悪いんですけども、バカだなーと思って、なんかすごいちょっと面白かったですね。たまに動物園じゃなくてこういうところも行きますよ。さあ、ということでございまして、今日の、お話をさせていただ今日の、動物じゃないけども環境の話ですね。今日は環境のお話をさせていただきたいと思います。全珊瑚礁が消失の危機、温暖化が原因と国連報告書。地球温暖化に伴う海水温の上昇により、今世紀中に世界の海で全ての珊瑚礁が消失する恐れがあるとの報告を国連環境計画が5日までにまとめた。国際社会が化石燃料への依存を続けると、2034年には珊瑚礁の死滅につながる白化現象が、状態化、白くなる病気ですね、消失の危機が高まると警告したというわけでございます。今現在でいうと、沖縄でのどっかの地域では 94% 死滅しましたみたいな、そういうニュースもあったりしまして、かなり衝撃的な情報が入ってたりするんですけども、これが4年前ぐらいの話ですよね。で日本では沖縄や鹿児島県、東京、小笠原諸島などに珊瑚礁が分布している。報告書は日本の周辺海域でも24年に白化が常態化する可能性があるとしているというわけでございます。で常態化の時期については、白化のスピードが環境や地理条件によって異なるため、珊瑚礁が豊かなインドネシア周辺海域で43年、世界最大の珊瑚礁グレートバリアリーフのあるオーストラリア北東海域で34年と予測、日本の周辺海域では24年としたが、30年まで約8割の珊瑚礁で白化が常態化するとしたというわけでございます。珊瑚礁のこの白化っていうのはかなり、深刻な話になっておりますね。でこれは昔の記事なんですけども、昔の記事によると、この珊瑚礁って、今沖縄だったりこういう暖かい地域がもう暖かくなりすぎて、るので、今だんだんと北に逃げているという話があるんですね。だこのもともと沖縄の方にいた珊瑚礁っていうのが黒潮に乗って伊豆の方に
流れてきたりとか、あとは対馬暖流ですね、対馬暖流に乗って五島列島だったり紀伊半島対馬の方に流れていったりして、それでサンゴっていうのが、どんどん時勢というか移動していってるっていうことがあるわけですね。だからまあなかなか本当にその寒い地域っていうのがどんどん暖かくなってるっていう証拠でもありますし、あと他の海産物ですよね、ニュースの記事の中にあったのは減少するアワビの数っていうのも九州山口海域だと近年の漁獲高よりも平均で600トン程度、1970年から90年代初頭の漁獲レベルに比べて 57% 減ってると。そんな現実もありまして、アワビっていうのがもともと高級ではありましたけども、もっと高級で、しかも食べられなくなるっていう、そういうレベルにもなってくるんじゃないだろうかという話になっております。で、北海道産の昆布っていうのは将来的にも減少していくんじゃないのかっていうふうに言われておりまして、なので、まあ、僕らが食べられるものっていうのがどんどん変わっていく可能性もありますよね。まあ今のところ結構大量に取れているサンマだったりとかっていうのも時期によっては全く取れなくなってきたりとかしておりますので、なんか僕らの食卓に熱帯魚が上がってくる時期っていうのも近いんじゃないのかなと思ったりしますし、逆に言うとそういうことになってほしくないなと思いつつ、こういうニュースを注視しております。で、まあこうやってサンゴが減るとそこに住む生き物たちっていうのも減ってきまして、生態が大きく変わって、サメだったりとかね、ペンギンたち、まあ、元南極とかね、に行くとペンギンだったりアザラシだったりいろんなクジラだったりとかっていう生態を、司る生き物たちにも影響が及ぶわけでございますので、なるべくこういう温暖化に関する情報っていうのは注視して、で政府主導で、なんとか改善してほしいなと思うところでございます。ということでございまして、今日のニュースは将来的に全サンゴ礁が消滅する可能性があるよという、そういうニュースでございました。